ザ・ BBB は、編集長である清涼院流水が中心となって、スタートした、作家の英語圏進出プロジェクト。2012年12月1日開始。森広次、高田隆池留部、健一、積木鏡介、秋月良介など清涼院と同じメフィスト賞、出身作家や、映画監督でもある作家の桜闇、佐久間正人、佐々木すばるなどのイラストレーター。 デザイナー、編集経験者らが参加。原則として、月に一冊、紙ではなく、電子書籍にて、英語の新刊が刊行されている。2013年4月より、ザ・ BBB の英語版公式サイトにて、日本の文化、名所、習慣などを写真付きで紹介する、セミウィークリー、ペジア・オブ・ジャパンがスタート。月 金の週2回ページが更新されており、すでに300以上のトピックが紹介されている。2014年3月より、一部の電子書籍が無料提供されており、ザ・ BBB 公式サイトにて、PDFEP 部データがダウンロード可能のほか、ルル・キンドル・アイバックス・ヌック・コボ・グーグルプレイなどで無料配信されている。2015年12月に、 ザ・ BBB が3周年を迎えたことを記念して、編集長、清涼院流水、構成責任者、エージェント高等、チーフデザイナーのターニャが、ザ・ BBB に参加している、全著者、全コンテンツについて、秘話を交えて語り尽くした、キャストパーティー2015を無料観光。YouTube に、動画も公開された。2016年3月9日、映画化が予告されている、 ガール・リクルーツ・ハーゴット著者の桜井亜美と編集長、清涼院流水の特別動画が YouTube に公開された。2016年3月12日、森博次発の英語短編集、セブンストーリーズを刊行。小鳥の恩返し、片方のピアス、僕は秋子にに仮がある、国空の目当者、カッパに加えて、S&M、サイガワ萌えシリーズからの2作品。 石灯の屋根飾り、どちらかが魔女を含む短編全7作品が収録されている。2016年4月1日、ザ・ BBB 初となる日本語版のみの作品、脱、英語力神話ボリューム1、脱、英語力神話ボリューム2、脱、英語力神話誕生の裏側を観光。著者の久保正秀では、神経難病の ALS にて闘病中ながら、これから海外に出る。 日本人のために心血を注いで執筆した渾身作となっている。2017年2月28日、森博継が自ら最高傑作と認めたスカイクロラを観光。刊末にはスカイクロラについての森博継シーンタビューが収録されている。なお、ザ・ BBB ブレークスルーバンドアゴンブックスは時代の閉塞感を一点突破する。 戦闘集団を志す本たちという意味で名付けられた。ありがとうございます。